たりょうたくん、スパチャありがとう、久保に、ブンデスのクラブが興味示してますが、リーガより活躍できると思います。いや、まず、出番を与えられるかどうかってところだと思いますね。全然ドイツでもできると思います。あとは言語面。そう、久保がね、それこそね、スペインだとね、もう使えられてるし、やっぱりね、言葉重要。やっぱりというか当たり前だけど、本当言葉重要だと思いますね。今自分が仕切ってるチームでね、これ外国人だったら、それこそオシムさんの本読んで思ったことだけど、やっぱり細かいニュアンス伝えらんないし、本当人と人で信頼関係築けるかどうかって、ちょっとした日常会話だったりとか、笑わせられたら負けみたいなとこあるじゃないですか。その人と話しててクスって笑っちゃうとさ、その人ともっと話してみようかなってなるじゃんっていう、そういうジョークとかも言えなくなりますからね。本当ならしっかり出れるスペインのクラブはいいけど、あれなんかマドリーがね、まだローンにしたいみたいなね、感じなんだよね。だから相当高いお金払わないと、久保に関しては。あれ、どっちなんだろうか。なんか、年枝が移籍求めて、マドリーがローンにしたかったのは逆だっけ。でもなんか、そこの意向がね、全然合わなかったんだよね。貫いた自分つかの